防衛費の増額に向けて今回議論の対象となったのが復興特別所得税です。こちらです。この税金なんですけれども、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するため政府が作った特別税の一つです。復興税はですね、毎年所得税にこちら 2.1% 上乗せされていたんですけれども、今回このうちの 1% を防衛費に転用するということが検討されて物議を醸していたんですが、結果的に今日決定した税制改正大綱では復興税を 1% に下げて、その分新たな付加税という新しいものを防衛費に充てるということで、形式的には復興税の防衛費転用を避けた形となりました。文化さん、しかしその復興税が引き下げられたということは、つまり結局復興財源が減るということなんですか？はい、そこが気になりますよね。政府はですね、こちら2024年以降の適切な時期にですね 1% に引き下げまして、その分最長で13年間課税の期間を延長するということなんですね。それによって復興財源の総額では変わらないんですよという説明をしています。しかし復興税が引き下げられて課税期間を延長する今回の決定は、被災地のことを後回しにしたと捉えられかねません。被災地としてはもっと丁寧に国民の意見を汲み取って議論をしてほしかったなと感じました。